ブイラ、オリンピアコスに K62 で敗れ ACL 敗退。これでプレミア勢はヨーロッパ全滅となった。ブイラ、オリンピアコスにボコされとる。今シーズンのブイラにシーズンダブルしてるのユナイテッド、ニューカッスル、オリンピアコスだけなのマジでおもろい。エメリのチームはビルドアップできないからボール持たされると負ける。オチンコピアスにブイラさんカンプナキまでにやられてるじゃない。ブイラが普通にオリンピアコスにボコられて決勝はフィオレンティーナとの対決だな。プレミアリーグ全滅は確かに日程厳しいのもあるけど、金ある割にはリーグの強さそんなでもないって証拠だよね。プレミア勢またバカにされちまうぜ。ブイラ負けたからプレミア勢全滅か、1チームも決勝行けなかったか。この試合負けたことで、エメリ体制初の公式戦4試合連続未勝利です。切り替えましょう UTV。EL マスターのエメリをもってしても無理でしたか。各戦マスターのエメリさんダメだったか。裏ではエメリのブイラがメンディリバルのオリンピアコスに会えなく屈してた。全滅のイングランド勢。謎の方々、プレミアは世界最高のリーグ、セリア、リーガ、ブンデス、金のないオアコンテイレベルじゃん。でもプレミア4位を破るオリンピアコスは普通に異常。すごいよねオリンピアコス。おっしゃる通りです。ヨーロッパコンペティションの経験値ははるかにオリンピアコスの方が上でした。プレミア中は1年間黙ろうね。